車のやつだとね、やたら撮影時間が長いんですよね、これ、素材の。一つだけ選択をね、するよりはね、回し続けといた方がいいですからね、圧倒的に。これは多分、あ、でもいるのかな。必要なとこだけパパッと取って、それで効率よくやりましょうっていう発想の人もいるのかもしれませんけどね、基本的にはね、未来に何が起こるか分かりませんから、回し続けとくっていうのはね、非常にいい手なんだと、私は思ってやってますけどね、氷見駅行くか。いやね、氷見駅に行こうと思いますよ。まだ朝ですからね、全然行ける。氷見駅、ここから、氷見駅まで行きましょう。氷見駅まで行くには8時間。あ、びっくりした。徒歩にしてたんだ。はいはいはい。車で42分。有料道路なしで53分。なあ、もう有料道路なしでいいよ。有料道路だとストンと氷見の方に行けるんだね、結構。はいはいはい。で、有料道路なしだと、はいはいはい。ああ。全然あり。ああ、全然、この距離だったら全然もう、なしで行きましょう。53分で行けるんだったらいいよ、いいよ、いいよ。で、氷見駅で、で、あとは氷見駅の周りに、駐車場あるからね、さっきの理論で、氷見駅は最悪もう入場券だけで、済ませた気もあるんだよな。一つ手前が、どこ？一つ手前、一つ手前は島尾駅。だけど、ここにも、バス停らしき存在はなさそうだ。高岡か？高岡駅まで、高岡駅から素直に行った方がいいのか？高岡駅だったら、24時間200円なの？高岡のあたりは、駐車場、24時間で、最大300円、200円。いや、そうだね。氷見はね、確かにね、氷見駅のね、近くまで車で行けばね、そのままストンと待ってね、枕の方に車に抜けれるからね、いいかもしれないけど、やはりね、ここはね、鉄道に、乗るというね、こともね、非常に大きいんじゃないかなと。高岡駅、ちょっと時刻表だけ調べようかな。高岡駅の、高岡駅から、上花じゃなくて、氷見方面ね、氷見線っていうのに乗るんですよね。8時40分の列車に乗っていくと、8時40分に乗ると9時12分に氷見に着いて、9時12分の列車が、9時30分に折り返していくと。で、高岡に着くのが10時と、島尾あたりで、まあもちろん一番いいのは島尾あたりでね、一駅手前の島尾とか、その間にもうちょっと有力そうなところがあったら、そこから乗るのは全然ありなんだよな。中中川、なるべく北まで行っといたら、後の工程が楽。いや、ちょっと調べてみよう。能町、能町とかありそうだな。ありそうだな。ここありそうだな。ああ、だよ、能町ね。能町。能町、中国、島尾とかだと、ここで駐車場あるかな？どうかな？なるほど。ちょっといろいろとありそうだけど。雨晴れの近くに道の駅があって、あるらしい。温泉もあるらしい。意外と海外線行くといろいろと駐車場があるらしいから、まあ、ちょっとこっちの方、ちょっと視野に入れてもいいんじゃないかな。能町もありそうだね。ありそうだね。自転車駐車場。能町第二駐車場か。能町あるね。あるし、能町なんか面白そうななんか、路線が走ってるみたいだね。どういうことこれ。新能町駅。あ、そっか、富山は市電があるんだったね。なるほどな。面白そうだな。とりあえずこっちの方行ってみよう。高岡の市街地どっち行きゃいいんだっけ？ちょっと待って。そもそも市街地、さっきの方戻ってって、今ここで。だから、さっきの方から、なんとからなんとに進むかにさ、あ、そっちなんだ。へえ。大丈夫か？またなんか怪しくなってきたけど。よし。南東に進みます。続いて斜め左方向です。斜め左方向です。続いて左方向です。ね？青信号じゃある。無信号なのじゃん。ところでさっきのところ手前じゃなくて左方向です。こっちの白い方向ってことかな。4km道なりです。おっとおおほーおや、工事中か。朝から結構長いあれだな。大開催中なんですね。お、それはすごい。しばらく道なり。なんかアップです。自分の位置でもやきか。まだ道なりか。ここに思った。まだまだ道なりなのか。より速い経路が見つかりました。後半短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。はい。あ、その経路って有料なのかな？それはまた相変わらず近接極まりないあれかな。としては悪くない道ではあるけど。およそ500メートル先、右方向です。500メートル先。どれだい？そこか。右方向です。はい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 。